はい。皆さん、こんにちは。一般社団法人二次ドクターズ代表理事の坂井祐希と申します。本日は LGBTQ とヘルスケアということをテーマに少しお話しさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。まず、はじめに簡単に私の自己紹介をさせていただきたいと思います。私は今、医師をしてるんですけれども、どんな医師をしてるかといいますと、総合診療医っていう 医師をしています家庭医と言ったりするんですけれども、どんな医師かっていうと、患者さんの年齢や性別、状態にかかわらず、人を丸ごと見たりとか、家族、暮らし、地域を見る医師として、普段診療所で働いています。で私がどうしてこういった活動をするようになったかといいますと、自分自身の生きづらさの経験がありました。 ジェンダーやセクシャリティに関して、まあ、自分自身もいわゆるマジョリティ側でないと感じることが今までの人生ですごく多くありまして、まあ、そういった中で本当に生きづらさを様々な場面で感じていました。でその中でま医師として働いていく中で、まあ、患者として出会ってきたいろんな人たちがいたんですけども、その中で性別の違和感に悩む子供と出会った経験がありました。で そういった中で、やっぱりどういったところで相談していいかわからないとか、相談そのものにつながれないっていうことに、実際に医療の現場の中で、自分が医師として向き合ったときに、時に、例えば健康を支えるはずの医療が差別を助長してしまったりとか、逆にその健康のアクセスを障壁になってしまっているっていう事実を実感することがありまして、医療の立場から声を上げたいな、支援に関わりたいなと思うようになりました。 この写真2019年の TRP のパレードの時に、えっと、医療従事者の仲間と白衣を着て歩いた時の写真です。で、えっと、私が今やっている一般社団法人虹色ドクターズなんですけども、いわゆるプライマリケアって言うんですけども、まあ、いわゆる本当に一般的な一時医療って言い方もするんですが、 本当に身近なこと、少しあの、風邪ひいちゃったなとか、怪我しちゃったとか、お腹痛いとか、ちょっと気持ちが落ち込むとか、まあそういった、あの本当にどんなことでも、まず最初に相談を受けるといったような、まあ意思をしているんですけども、そういった、まあ医師の仲間を中心に、医療者のコミュニティを作っています。私たちのミッションとしては、医療者が LGBTQ について適切な知識と態度を学び、共に考える機会を 影響することで、まあ、みんながですね、その人らしく健康にすご暮らすことができる社会を目指したいなということで活動しています。まあ、どうしても LGBTQ と医療っていうと、まあ、例えばホルモン療法はどうかとか、性別適用手術とか、すごくなんか専門的な医療をイメージする方が多いんですけども、もちろん LGBTQ の人たちでそういう医療を求めている方とか、必要な方もたくさんいる一方で、まあ 日常的に暮らしていて、例えば風邪をひきました。ちょっと相談に行ったとか、例えばちょっと検診を受けたいなとか、あの、そういった時に、まあ医療現場で、例えば受診をしてちょっと嫌な思いをするとか、うまく自分のことが話せないとか、そういったことは専門の治療というよりも、まあ日常的な医療に関わる全ての医療者が知らなきゃいけないことがたくさんあると思っているので、私たちの活動としては、に専門医療に関することっていうことだけではなくて、全ての医療者が 持ってほしい知識や態度、そういったものについて伝えていきたいなということで活動しています。2018年から有志で始めまして、2021年の4月から一般社団法人という形で活動しています。 この写真は今年の TRP でお伺いさせていただいて、みんなこの5人のメンバーが今理事として活動している仲間なんですけども、みんな意思をしております。でその中で LGBTQ について啓発する活動を、主に医療従事者を対象に講演を行ったりとか、執筆をさせていただいたりとか、そういった形で活動をしています。 本日のメインテーマとして大きく3つ挙げさせていただきました。まず1つは LGBTQ の人々がどんな健康問題を抱えやすいかということ。で、2つ目は、こうした医療ということが LGBTQ の流れの中でどのような歴史を持っているかということ。そして最後に LGBTQ の人たちがうまくですね、医療とどういうふうに付き合っていけるかということについて考えていきたいなと思っています。 まず一つ目なんですけれども、LGBTQ の人たちが、どういった健康問題を抱えやすいかということです。こちらに示しているように、HIV などの性感染症や、まあ、メンタルヘルス、まあ、多様な健康問題を抱えやすいということが言われています。いくつか例を示しますと、う、ま、つ、あ、不安障害、 自殺機とであったりとか、まあ、喫煙飲酒薬物使用のリスクが高いというふうに言われています。これは海外を中心に本当にたくさんの研究があるんですけれども、日本でも最近研究をし、えー、てくださっている先生がたくさん出てきてまして、これも日本のデータで自殺密理の経験、えー、経験率は、ゲイバイセクシャル男性は異性愛男性の約6倍であるといったデータ、あるいは他の精神科の、えー、合併症のない性同一性障害の方で、起死燃料の障害、 障害率、障害的史年齢を持つ割合が約7割を超えている。こういったようなデータもあります。また、日本で新規に HIV の感染を起こす方の約7割が男性同性間の性的接触と言われていて、まあ、この中の多くの方が、えー、ゲイである可能性が高いかなと思うんですけれども、こういった中で、やっぱり HIV の感染というのもすごく大きな問題になっています。あのその他、例えば、癌の問題もありまして、 レズビアン、バイセクシャル女性は乳がんの割合が高いと言われていたり、MSM、これは男性と性交渉する男性のことを指しますけれども、そういった方で、特に受けの方ですね、挿入をされる側の方で、肛門がんの割合が高いというふうに言われています。あるいは LGBTQ、皆さん、す、え、べ、ー、てに共通するかもしれないんですけど、やっぱり医療機関に行った時にちょっと嫌な思いをするんじゃないかとか、問診とか身体診察で、 え、辛い思いをしたりして、ま、がん検診とかですね、健康診断を安心して受けることができないということであったり、またトランスジェンダーの方は、まあ、特有の医療ニーズとアクセスの問題があります。まあ、ホルモン療法や性別適合治療、手術等ですね、求めたいという方になると、やっぱりかなり受けられたりとか相談できるとか非常に限られていて、今でもえ海外から入院してやってらっしゃる方とか、まあ、海外に行かれて受けられる方も非常に多いと思います。まあ、こうした多くのところの 背景に、まあ、社会からの偏見、LGBTQ の人たちのマイノリティストレスやスティグマが影響しているんじゃないかというふうに思っています。 実際に LGBTQ の人たちが、まあ、どのような、医療機関でどのような問題を抱えやすいかっていうことなんですけど、素、ま、児、あ、ですね、えー、性的指向性自認を理由として、医療に障壁を感じたことは、医療にかかることをちょっとためらったことがありますかっていうような、えー、調査がされたんですけども、その時は LGBTQ 全体で約8%の方が障壁を感じたと。その中で特にやはりトランスジェンダーの方に、そうした壁を感じる方が多かったというふうに言われています。 実際に LGBT 法連合会さんが出している困難リストの中でも、医、ま、師、あ、に性的指向を打ち明けたところ不、不道徳な生き方は良くないと説教されて傷ついたであるとか、まあ、うつで受診しているけれども自分の重要なアイデンティティの一つである性的指向、性自認の話ができないであったりとか、医療機関の受付で戸籍上の名前を呼ばれてしまい受診がしづらくなったといったような、えー、たくさんの事例が上がっています。 このように医療者の差別、無理解ということが、まあ、当事者にとって医療アクセスの障壁となっているという現実があるかなというふうに思います。まあ、このようにですね、あの、 やはり根っこに今でも少し根強く残っている社会の差別であったりとか、まあ、正確に理解しなかったことによるま偏見であったり、そういったもののもとに、まあ、医療者がやはり適切な知識や対応をできていない、知識を持てていない、そういったことから LGBTQ の人たちが困難や健康問題を抱えやすいというような構造があります。で、この構造の中ですごく大事かなと最近、 あの、注目しているところとして、そのやはり背景として、その暮らしている場所であったりとか、文化であったりとか、医療が LGBTQ にてどういう歴史を刻んできたかっていうことが、すごく影響しているなと感じることが多いので、これからそういったお話をさせていただきたいなと思います。まあ、そもそも、医療の中で LGBTQ がどういうふうに語られてきたかっていうのは、とても大事なことなんですけれども、いくつかお話したいと思います。一つは、同性愛っていうことが、 医療の中でどのように扱われてきたかなんですけれども、同性愛が医療の中の枠組みに入ってきたのは、19世紀末ぐらいのドイツの精神科の先生がこういうふうに取り扱いました。同性愛は先天的なものである。病理学的な異常と位置づけられたということになります。病理学的な異常というのは、つまりどういうことかというと、病気ですよということですね。で、その中で男性同性間の性行為が犯罪になるというような法律が え、できてきます。その中で実際に反対運動をしてきた、それも精神科の先生なんですけども、同性愛は病気なんだから、それは罪じゃないよねっていうようなロジックで反対をするっていうような反対活動を行った。その中で、病気だから病気の人に対しての適切な配慮をすべきっていう形で、その他、例えば精神障害、身体障害といった様々な障害と同様に罪の 対象としないというような形で反対運動したというような歴史があります。で、これすごく興味深いところとしては、同性愛というアイデンティティが社会的に語られるようになったこのきっかけの一つに、医療の中で同性愛が病気であると定義づけられたところからすごく 同性愛っていうことが語られるようになったっていうようなすごく逆説的なことが起こっていて、これはすごく医療が持つ力の大きさというか責任の重さっていうのをすごく私に感じるできることだなというふうに思います。 で、実際にこれは、あの、どのように今、じゃあ、取り扱われているかっていうことなんですけども、これはやっぱり医療従事者でも正確に理解をされてない方が今でもやっぱりたくさんいらっしゃいます。まず一つ、同性愛ですけども、先ほどお話したような流れが、えー、まあ、欧米を中心に続いていく中で、この DSM っていうのは、アメリカの精神医学会が出している、精神疾患の診断基準のようなものなんですけども、その中に同性愛が精神疾患のリストに入っていたっていう時代がありました。 で、これが消えたのはじゃあいつかっていうと、まあ、ものすごく最近ですね、1987年に同性愛がこのリストから消えました。そしてこの ICD っていうのがこの WHO、世界保健機関が出している疾病分類なんですけども、その中から名前が消えたのは1990年のことです。そこで同性愛はいかなる意味でも治療の対象とならないということで取り扱われるようになりました。 日本でそれに精神学会が尊重すると言ったのが1995年の話になります。なので、まあ、こういった中で、まあ、同性愛が病気じゃないよっていうことを言われたのは、つい二十何年前。 すごく最近の話っていうことがわかるかなと思います。で、もう一つはトランスジェンダーに関しては、これはまだ本当にいろんな議論が続いているところですけれども、19世紀後半になって、異性層であるとか性別の違和感、そういったものが医学的な疾患として概念化されてきて、1980年の DSM3 というものに、性同一性障害というのが名前が載りました。これは、あの、有名なドラマで取り扱われたことで、今の そうですね、まあ。医師として働く方とか、まあ、医療医者も40代以上の方とか、多くの方、この病名は知ってるんですけども、やっぱこの病名のままアップデートされないっていうことが現実としてあります。実際に、まあ、トランスジェンターの、えー、界隈においてどういうことが起こっているかというと、2013年に DSM-5 ということで、性別違和というふうに名前が変わりました。障害っていう言葉を取り除くとで、脱障害化が、 え、進んで、2018年にその WHO の分類の中で性別不合という形になって、これが2022年から適用になっているんですけども、ここで初めて脱精神病理化、つまり性別の違和感を感じるということは、状態であって病気ではありませんよということが、2022年になってやっと果たされたっていうような現状があります。こうした背景の中に、じゃあ、例えば、 アメリカの精神学会がこう取り除く、あの、リストからですね、除くってことに関して、じゃあ満場一で決まったかっていうとそういうわけではなくて、すごく拮抗している中で決まったりとか、その背景にたくさんの当事者たちが活動したりとか、そういった社会の動きの中で、こういうふうに同性愛とかトランスジェンダーっていう概念が、障害ではないよ、病気じゃないよっていうふうに、やっと医療の中で変わってきている。で、トランスジェンダーの方は一方で、 やっぱりホルモン治療であったりとか、性別の、えー、手術であったりとか、医療をやっぱり必要とする方がいらっしゃるので、そういった方たちに適切に治療が届けられるように、あの、ICD、まあ、疾病分類の中には病、まあ、名前としては残されているという形になっています。これがすごく大事だなと思う理由は、例えば、最近の、あの、婚姻の平等の判決、訴訟の判決の、えー、文章などを読んでいると、 実際にその弁護士の、弁護士の方々とか、まあ裁判官の方々が、えー、医療の中でどのように LGBTQ が扱われてきたか、つまりこれは障害ではないんだよ、病気ではないんだよっていうことが、どういう流れの中で扱われてきたかっていうことが、すごく根拠に使われていたりとか、あの、それが、どのようにの、気づかれてきたかっていうことが、その判決の考える材料になっていたりっていうことを、まあ、実際に私も目にすることがあって、 ただこれを決めてるのがやっぱり医師なんですよねで。そうすると、まあ医師が持ってるすごく大きな責任というか、こういった中で実際に LGBTQ の人がの暮らしに直結するようなことが本当にこういった流れの中で起こってきてるってことは、まあ、皆さんにも知ってほしいなと思います特に医療従事者があの知っておく必要があるんじゃないかなというふうに思っています。でもう一個すごく大事なとこなんですけど、これもやっぱり今でも、えー、間違った 知識を持っていらっしゃる方はたくさんいらっしゃるんですけど、まあ、政治に性的思考を変更しようとする行為、まあ、科学的な根拠がないということが分かっています。これは、主に同性愛の方に関して、まあ、多数派に合わせることを目的として、まあ、治療という名目で様々な、えー、配入がされた時代があります。 コンバージョンセラピーって言ったりしますけれども、そういったことが繰り返された中で実際に、まあ、たくさんの研究があるわけではないんですけれども、有効性、安全性について証明されているものはない中で、性的指向や政治に変えられたというエビデンスは一つもない。その中で実際にこういった、まあ、治療と称した介入を受けた人たちが抑うつになってしまったり、不安を持ってしまったり、自殺の傾向があったり、というような害がたくさん見られたということがわかっています。 なので、え、これもですね、時折、やはり、あの、ご存じない方が、えー、治せないかとかですね、あの、元に戻せないかとか、おっしゃる方いらっしゃるんですけど、ここに関しては、やはり正確な知識を持って、科学的な根拠がないので、それは治療の対象でありませんということやはり正確にみんな知っておく必要があるかなと思います。はい。では、最後ですね、三つ目のポイントなんですけど、こういった中で、すごく医療っていうのが、LGBTQ、 の中で、もうすごく大きな影響を持ったりとか、いろんな大きな意味合いがあるなっていうことをすごく感じるんですけれども、じゃあ LGBTQ の人たちがどういうふうに医療と付き合っていくといいのかなっていうことを最後にお話したいなと思います。その中の2つテーマとして、まあ、同性パートナー、多様な家族が医療現場でどういうふうに意思決定をしていけるのか、LGBTQ フレンドリーな医療機関を作っていくためにはどうしたらいいかということをお話したいなと思います。 まあ、同性パートナーにおける医療現場の課題として、これは非常に今で多く問題になっていますけれども、まあ、同性パートナーが医療機関で家族とみなされない、同意や病状説明、付き添いの許可を受けられないっていう事例が今でも本当に山ほど起こっています。で、あの、これも LGBT 法連合会さんの困難リストの中にあるんですけども、すごく興味深いのは、 あの、当事者の方が説明を受けれなかったとか、同意ができなかった、面会ができなかったっていうのと同様に、医療者側がこの情報をどう扱っていいかわからない。そのどうせパートナーですって言われたら話していいかがわからなくて困ったっていうような事例もあるっていうのがすごく興味深いかなというふうに思います。実際にこういったことについて調査をされた方がいらっしゃるんですけども、LGBT の患者対応について、これは看護部、 の、方にアンケートを取ったもので、実際に面会であったり、見取りの立ち合い、手術の同意等をどうしていらっしゃるかということに関してなんですけども、面会見取りに関しては、2、3割の病院、施設が親族、異性のパートナーのみに制限をしていて、手術の同意の場合はその割合が半分を超えるということになっています。やっぱり手術って切ったりとかですね、そう体に大きく影響するものなので、より多分慎重になっているというような現場の事情があるのかなと。 いうふうに思います。じゃあ、医療の、私は、まあ、あの医師なので、病院で働いたり診療所で働いた経験があるんですけども、まあ、医者の側はどう思ってるかというと、まあ、これは、大体ですね、ルールがあるわけじゃなくて、多くの場合、あのキーパーソンを決めるということが行われます。例えば、具合が悪い方が来て、その人の治療方針だったりとか、急に具合が悪くなった時に、誰がその人の代わりに意思決定をしますかっていうのを多くの場合、 あご家族さんはいますかっていうふうに私は質問するんですね。で時にあの推測して奥さんはいますかお子さんいますかとか、そういう場合も実際にはあるんですけれども、まあ、配偶者、子供、親、あるいは血族ですね。血のつながった家族の人を探そうとするっていうことは基本的によく行われています。じゃあそれに対してルールがあるかっていうと、そんなことはなくて、まあ、多くの場合家族っていう認識が血のつながっている人という認識のもとに、兄弟であったりとか、えー 結婚している人とか、子供、大人あ、親ですね。そういったところを、えー、聞いていくと。で、まあ、特に例えば認知症でご本人さあが、のー、判断ができなそうな場合とか、あるいは意識不明で具合が悪いとか、そういった場合はこういったルールが特に重視されやすい。で、えーまあ、多くの医療者の中にどうしてもやっぱり家族っていうイコール血のつながっている人っていう認識があって、から親族、 血のつながっている人以外の多様な家族って想定がなかったりとか、まあ、あの同性パートナーとの意向を尊重して、後から親族から訴えられたらどうしようとか、あるいはまあこういったルールがそもそもないとか、じゃあそれで困った当事者の方がどうするかっていうと、まあ、多くの場合、多分泣き寝入りしているのが現状かなと思います。そうすると、じゃあ困ってるってことすら気づかない医療現場の人たちは。で当然、私は当事者ですって言って、投償すれば、 もしかしたらそれがカミングアウト、あるいはアウティングにつながるかもしれないって思うと、なかなか当事者の側から意見を言いにくいってこともあると思います。実際にじゃあどういうことが、えー、今起こってるかっていうと、まあ、厚生労働省の、これは人生の最終段階における医療ケアの決定プロセスに関するガイドラインの中で、これはいわゆる終末期の あの人生のね、例えばガングであって、すごく重い病気で、もうすぐ命が終わるかもしれないみたいな時の意思決定とか、そういった時に、法的な意味での親族でなくても、親しい友人とかですね、より広い範囲も含めますよっていうことを厚生労働省は言っています。基本的に、意思を決めれるのは本人なので、本人の決めるであろう意思を一番尊重して決めれそうなのは誰かなってことを本当は考えなきゃいけない。なので、これは実際にルール上で、あの、そういった 結族じゃなきゃいけないよってことがあるわけではないわけですね。実際にじゃあ、えー、当事者の立場の人、多様な家族で暮らしている人たちがどうしたらいいかっていうと、まあ、現状としてはやはり客観的に証明できる書面を作っておくのが一番安全なことだと思います。で、例えばパートナーシップ制度の証明書があるとか、えー、同居を証明するような住民票があるとか、まあ、一番は本人の事前の指示がわかるような、えー 書類があるとか、そういったものが大事なんですけれども、今回ちょっとお伝えしたいなと思うのが、かかりつけ医の存在で、あの、普段、例えば何かのご持病があるとか、そういったことで日常的にかかっている先生が、自分が何かあったらこの人にお願いしたいんだってことを話してたりして、それが例えばカルテに書いてあるとか、その先生がちゃんとそれを理解してるという場合に、例えば具合が悪くなった時にかかりつけの先生が、もこの人はこういうことを大事にしてたんですとか、 この人はこの方をあのキーパーソンにしてほしいと言ってましたってことを伝えることも一つ大きなサポートになるので、こういった書面を使うってこともそうなんですけど、もし皆さんの周りに まあ結構医療を使う機会が多い方がいらっしゃれば、まあ、信頼できるかかりつけの先生、まあ、これもね、カミングアウトしなきゃいけないとか、すごくたくさんの障壁はあるんですけれども、信頼できる先生がいたら、そういった先生にサポートしてもらうっていうこともできるかなと思うので、ぜひそういったあの医療の使い方も知っていただきたいなと思います。で、あのそろそろ終わりに入っていきますけれども、まあ、LGBTQ フレンドリーな、じゃあそういった病院ってどこで探せばいいのとかですね。 そういった先生どこにいるのっていう話なんですけど、これはもう本当にこれから私たちが解決していきたい課題かなと思っていて、まあ、私たち例えば医師がどんなに気をつけても、その前に看護師さんが話して嫌な思いをするとか、受付で嫌な思いをするとか、そういうことも当然あり得るわけで、やっぱり患者さんが医療機関だったりとか病院に来たりすると、まあ、この全てが医療機関の経験として影響するので、まあ、医者だけが気をつけるってことも、 あまり意味がない。みんなでやらなきゃいけないってことですね。で、まあ、実際にこういった、私たちは普段医療従事者を対象にこの6つの推奨ということで、あの、ケアしますっていういろんな、例えば6色のサインを出しましょうとか、不要な性別欄を消しましょうとか、オールジェンダートイレを作りましょうとか、えー 彼氏彼女とかじゃなくてパートナーと呼びましょうであったりとか、まあ、らいであるってことを示しましょうとか、アウティングをしないようにしましょうとか、まあ、いくつかわかりやすく、あの、おすすめのポイントを出して、医療医者に対して、えー、お伝えをしています。最後にですね、LGBTQ の人々について、と人たちにとってですね、望ましい医療との付き合い方はということなんですけども、まあ、皆さんに知っていただきたいなと思うのは、多くの医療者は患者さんのためになりたいなと思って医療をしています。で、 例えば嫌な思いをするってことがやっぱりあると思うんですけども、その場合は多くの場合、本当に知らないとか、知らない背景って何かって、まあその人に学ぶ意思がないってこともあるかもしれないですけど、多くの場合はやっぱり学ぶ機会がなかったりとか、知る機会がなかった、そういう人たちがいるっていうことをそもそも認識できないっていうのは、すべてが多分その医療者とも性というよりは、いろんな社会が影響していることがあると思うんですね。で、私たちも日々診療していて、 実際に患者さんから教わったりすることもたくさんあるので、LGBTQ の当事者の人たちから医療者が教わることもたくさんあるんじゃないかなと思います。で、これはちょっと難しいお願いかもしれないんですけれども、もし皆さんが嫌なことをされたとか、それは間違ってるなって思ったら、ぜひ伝えてほしいなと思います。で、なかなか先生にそんなこと言えないよとか、病院でそんなこと言えないよってい方いっぱいいらっしゃると思うんですけど、あの、 まあいろんな伝え方があると思っていて、その場で伝えてもいいと思いますし、他のあの先生がこうだったとか、あのスタッフさんがこうだったってことは他の職種の方に伝えるとか、まああるいは匿名で投書するって方法もあるかもしれないですし、あるいはこんなことで医療現場で困ってるんだって支援に関わってる団体に伝えてもらうでもいいと思うんですけれども、やっぱり声が上がっていかないと、医療現場で実際にどういう人がいてどういうふうに困ってるのっていうのがないと、やっぱり あの、医療の現場って変わっていかないと思うんですね。なので、これを一緒に考えていただきたいなと思っていて、私たちも、あの、こういった法人の中で,ですね、医療者に対して、あの、働きかけてですね、しおり知ってもらいたいなと思って活動しているので、ぜひ医療を使う皆さんもですね、あの、 自分がこういうことで困ってるな、こういうことができるともっと気持ちよく医療を受けれるなってことを伝えてほしいなと思っていて、まあ、医療は提供する、されるってうものだけじゃなくて、まあ、社会が作り上げていくものがあると思うので、まあ、望ましい医療の在り方っていうのを一緒に考えていけると本当に嬉しいなと思います。最後にあの資料ですけれどもあの、一つですね、クォークさんっていう団体が出している LGBT と医療福祉というあのフリーの冊子があります。 こちらですね、ネットであのダウンロードできるんですけども、すごくよくまとまっているので、あのまずさっと今日のお話の内容とかですね、詳しいとこ、あの学びたいなって方はぜひこれ見ていただけると、私もこれたくさん勉強させていただいたので、とてもおすすめです。で、もう一つですねあの、南山道ですね、こちら書籍なんですけども、 医療者のための LGBTQ 講座というものがありまして、こちらはですねあの私ども一般社団法人、にじろドクターズの理事が執筆、編集に関わっている書籍で、まあ、医療者を対象に LGBTQ に関して、こういった知識を身につけるといいんじゃないかということに関してまとめていますので、ぜひこうしたものも参考にしていただけたら嬉しいなと思います。ありがとうございました